こんにちは。さあ、ということでね、月曜日にお伝えした総チェックでですね、ヤクルト対 DeNA 戦、8月29日のヤクルトが5対2で勝った試合を入れ忘れて解説し忘れるっていうね、ところで今日しっかり解説しますね。ヤクルトファンの皆さん見てくださいね。あとですね、ロッテ戦日曜日ね、2、3塁から、サードファールフライ、安田じゃなかったね、佐藤としたでした。ちょこちょこ間違えますけど、本当にすいません。丁寧にね、まあ総チェックこれからもやっていきますんで、皆さんねぜひ見てください。さあ、ということでね、水曜日ですけども、皆さんね総チェックね、先週日曜日行われた8月29日ヤクルト対 DeNA 試合ね、5対2でヤクルトの勝ちというところでね、原なんとね7回100球5安打4三振3四球1デッドボールで無失点というところでね、原っていうとイメージ的に、多くの人のイメージ的にやっぱりシュートツーシーム系っていうね、イメージあると思うんだよね。しかしね、この試合なんとアウトコースのまっすぐカットボールっていうところがめちゃくちゃ良かった。そのまっすぐスライダーっていうね、カットボールっていうところのやっぱ意識がないんでね、やっぱりね、僕らと同じように DeNA 打線もね、インコースの意識がね非常に高かったような、タイミングの取り方、意識の仕方、バットの出方っていうところが見えて、キャッチャーの古賀もいい形でねリードをできたっていうところもあるし、そこをしっかり見極めてね、アウトコース中心の攻めになったところで、原のシュートツーシームっていう武器を意識させて、投げる回数を少なくしてシュートのおかげで打ち取るっていうね、この高度なテクニックね、これが非常に有効だったなっていうね、この原古賀のバッテリーガーツね、非常に素晴らしいリード、そして投球だったかなと。しかもまたね、この対角線のストレート、カットボール、スライダーっていうところが非常にね、コントロール良かったっていうところもありますし、まあそこを意識させて、そんなね、多投するわけじゃないですけど、シュート、ツーシームっていうところも非常にね、有効的に使って、素晴らしいピッチングだったかなと。今永もね、悪くはなかったんだけどね、いい形で投げてたんだけども、勝てないっていうね、ところでやっぱこれね、勝ち星をね、今永につけていってやると、DeNA もね、もっと連勝っていうところがね、見えてくると思うんだけども、いいピッチングしてても勝てない。そのね、一本でやられるっていうところはね、まあちょっとね、こう流れ的に悪いかなっていうところもあるし、まあね、ピッチャーシャッケルホードに変わって、7回裏ね、2アウトから、ここがセンター前、で、代打宮本がフォアボール。で、ここでね、塩見が左中間にね、3ランホームラン。これでね、勝負ありっていうところでね、まあしっかりで、ね、先発原が抑えて、そしてね、欲しいところでね、一発出るっていうね、この塩見、ね、クリーンアップの山田、村上、オスナっていうところね、この流れがスムーズにね、あと2番青木、この流れがスムーズに行き出すとね、ヤクルトもね、打線の活性化されるんでね、そういったところでは非常にいい試合展開でしたね。ということで、8月29日、5対2でヤクルトの勝ち、情報をお伝えしました。ということで、本編、スタート。里崎チャンネルじゃ、こんにちは。さあ、今日はですね、はい、まあ始まる前にちょっと一言言いたいことがあるし、はい、日曜日に出した袴チャンネルの一般常識問題、はい、なんかコメント欄見てるとかぼちゃの原産は、はい、南米アンデス山脈地方らしくて、カンボジアじゃないらしいのよ。なんかコメント欄とかで結構書いてくださってる方いましたね。カンボジアからなんか日本に、はい、その来たから、うん、なんかカンボジアカボチャになったらしくて、らしいですね、原産国じゃなくて、うん、カンボジアから日本に伝来したのがカボチャらしいね、はい、でも本当の原産は、まあ、メキシコっていう説もあるし、うん、南米アンデス山脈地方にもうなんか起源なんとかに発見されたみたいなのがある、はい、だから俺が正解らしいのよ。いやいや、佐藤さんそんなこと書いてなかったじゃないですか。いや、アルゼンチンって書いてだからコメントで見てよ、アンデス山脈のって、はい、いやいや、でもアルゼンチンじゃないですか、じゃないですよ、正解は。いやいや、だからアンデス山脈だからアルゼンチンも正解って書いたもん。はっきりとアルゼンチンでもカンボジアでは絶対ないんだよ。はい、らしいですね、うん、だから俺負けてないから取り直しちゃう。いやいや、決勝決勝取り直しちゃう。決勝取り直しだって俺決勝、まあ取ってるじゃん。まあ誰が負けたか分かんないけどね、はい、もう取ったじゃん一応。でもあれは最弱王決定したやん、はい、あれちょっと納得できんな。そうですか。だって俺勝ってたのに、その進出して、まあ結果は言えないけど、コメント欄でもあれ説ですから、アンデス山脈の方のなんか説みたいな感じですから。だから説、いや説でも正解やん。だから取り直しちゃう。だから分かった、じゃあ決勝戦テロップ入れましょうよ。いやいや、本当は勝ってたけど決勝戦に進むならないの。そんなん罰ゲームとか見せることになるやん。だからちょっと審議しようや。だから全員集まってもう一回ちょっと審議して決勝取り直すかどうか。誰も問題は無効ですねえ、皆さん。そうですよね。いや、俺の勝ちやと思う。もう
もすぐダダこねるから本当にだから決勝取り直しやな本当本当すぐダダこねるから皆さん、はい、ということで今日はですね5分喋っちゃいましたよもう、うん、今日は、はいまあ、今後、はい、セパの優勝チームを占うっていう、はいまあ、どうなっていかなきゃいけないのかっていうところです、うんはい、だからまあ今ねまあ、正直ね、まあ、申し訳ないんですけどもうドラゴンズと広島と DeNA は同化ゲームっす。今ちょっと何ゲーム差開いてるんでしたっけ。 12.5 ゲーム差っす。うわーだからこっから10連勝しても A クラスに上がれないんだよ。だって10連勝して阪神ヤクルト巨人のどっかが10連敗してもまだ 2.5 ゲーム差。うーんそうですきついですね。うんって考えた時に10連勝しても、はい、大体ゲーム差縮まんのは 4,5 ゲームだから。はいそれでもまだ 7.5 とかある。うん残念ながらね悲しいかもわかんないですけどもうあと大体どのチームも100試合前後中日はもう100試合引きてるから、うん あ, ね、あとまあ40試合から50試合の間って考えると 12.5、まあ、消化ゲームですね。まあ今年もこの日がやってきましたよ。宣告してしまう、はい、もうあなたのチーム消化ゲームですっていう。確かにちょっと A クラスと B クラスで完全にもう二分しちゃってますね、うん、これはもうねこの3チームのファンの人はもういろんないと思うんですよ、はい、仕方も仕方ない。いや確かにだって東京札幌公園行って、はい、そのチームのファンの人たちももう消化ゲームですって言ってましたもんみんなうんうんって唸ってましたもんね。言ってました言ってた言ってたからもう仕方ないね、うん、でパリーグは、はい、もう日本ハムは消化ゲームです。結構開いてますね。そうだってもうでも西武と 2.5 ゲーム差ですよ。5位と 2.5 ゲーム差でも関係ないから3位最低でも3位だからそうですね3位と 8.5 だから10連勝して楽天が10連敗したら入れ替わるけど、はいまあ、こちらはもうねあと残り40試合今日ぐらいまあなかなか難しいね。そうですね4位まではまだ分からないですね。もう西武も消化ゲームですか。いやいやでも 4.5 と 6.5 だと全然変わりますやっぱ。じゃあもう西武も消化ゲームでいいですか。なんで私に宣告させようと。いや分かんない分かんない。去年は西武すごい後半上がってきたからそうそう俺はもう西武も消化ゲームって言いたいんだけども、うんはい、去年俺が消化ゲームって言った瞬間に、はい、怒涛の連勝で3位に上がってきてるんだよね、うんはい、じゃあ言ったら西武上がってくるんじゃないですか。そうだね、うん、でもまだ分かんないから分かんないから、はいまあ、もうちょっと西武に関しては今保留。あの心の中でもう7割ぐらい消化ゲームって思ってるけど、はい、でも去年のことがあるから、はい、まだ保留。そうですね。でももう残念ながら日本ハム、中日、広島ハム、DeNA はちょっともう消化ゲームかなっていうね。だからまずパリーグね、もうパリーグはもうこんなこと言ってだって札幌に行った時にみんな日本ハムのファンの人が8割ぐらいいたけど、はい、全員もそうやってうんち言ってたもんね、うん、まあそうでしたね、うん、俺だから俺らが言ってるわけじゃないもんね。でその中でもう日本ハムに食われたところから落ちていくと思う。そういう考え方か、うん、だから先週の金土日で西武は日本ハムに負け越したのが非常に痛い。うーんだそういったところで、まあ、だから日本ハムとの戦いを考えると出てくるのよ答えが一つの。日本ハム対オリックス6勝6敗2分け5分。おおそうなんだ。でロッテ日本ハムに2勝7敗5勝ち越し。おお楽天8勝8敗2分けソフトバンク3勝10敗貯金7西武7勝5敗だから西武に勝ち越し日本ハムは。だから西武ちょっときついよね。そうですね、うん、で一番試合があと残ってんのがロッテなんだよ。12試合しかやってないから、はい、コロナで1回3試合が中止になってるから、はい、だからロッテが一番日本ハムに残してるから、うん、何気にロッテチャンスなんだよ。そうですね。でも日本ハムはこのままの感じで、うん、シーズンがかさめばかさむほど、はい、勝ちに行くことよりも、うん、育成に特化していくから、うん、勝負どころのスクイズとか、うん、バントとか、はい、系統とかしなくなるんだよ。まあここは経験だから本当は変えるけど長いイニング投げさそうとか、はい、で打ち込まれたりしたりとか、うん、1点取りに行くために作戦しようよりもまあ打って成長を促そうって言って、うん、勝つことよりも選手の成長を促す采配にやってくるから、はい、そうですね。だからそういうところで勝ちがロッテに転がりやすくなるんだよ。そうですね、うん、だって6位ってドラフトでウェーバーでね結構早い順番で取れるっていう利点もあるしもうここから育成次の来期にって思う方が、まあ、でもわざと負けないよウェーバーのために。もちろんそれはそうですよね、うん、でもそういう作戦取っていくからって考えたらロッテが一番残ってるから、うん、でもロッテ今年めっちゃ勝ち越してるんですもんね。そうロッテがかなり有利なんだよ。うん本当だ。12試合だからあと半分残ってるからね約、うん、そういった意味ではロッテにチャンスあるっていうところでもあるけども、はいまあ、このオリックス対ソフトバンクで目でやると、うんはい、どこもなんか帯に水かしたすきに流しみたいな、まあ、オリックスっていうのは、はいまあ、今のもう特徴としては山本宮城がいて、はい、ここが負けないっていうところで大きな連敗がない、うん、吉田頼みだった打線が吉田の後に杉本が打つことによって打線の厚みが増したのと吉田頼みにならなくても済んだ、はい、でこの吉田杉本を生かすために1番福田2番宗ここの1番が固定されることによって、うん、
チームとしての連動が出てきたから、はい、そこからロリックスも一気に上がってきた、うん、で最近ジョーンズがちょっといいところで打ち出してきて、はい、下位打線の厚みも足立も含めてこう増してきてるところが、まあ、打線の巡りが良くなってきたのと、うん、そう山本宮城っていうところの2枚看板がいることが大きい、うん、まあ、強いですね、うん、が今の順位に反映されてるけども、はい、でも一番問題なのは、はい、リリーフよ、うん、やっぱオリックスは、はい、オリックスのこのリリーフが今バタついてるところが唯一の課題だ。そこが改善できるかどうかが勝負だね。で、あのバルガスだったかな、メキシコから取った、はい、あれを取って なんとかリリーフに集めようっていうね、うん、ところがあるけども、まあそれがねどう出るかっていう、はい、だからそこが課題だ。だからそこだけもしハマればもうオリックスがそうですね行っちゃう可能性がある。防御率でいうと、うん、チーム防御率、リリーフ防御率でいうと、うん、オリックスは 3.66、先発防御率が 3.17、 もうこれはもうダントツいいのよ。そうですね、オリックスは、うん、先発防御率 3.17 っていうのはもう6球団で一番いいの、はい、だってもう2点台突入仕掛けてるからね、うん、でも救援防御率が 3.66 と西武に次いでワースト2位なの。あ、やっぱそっちが圧倒的に、そうだから、まあ、うん、今後の課題はやっぱりリリーフだね。でもその中で QS 率だから要は6回3失点は一番オリックスが 56% とパ・リーグで一番高いんだよ、はい、だから先発は本当に頑張ってるんだよ、はい、だそういった意味でもやっぱこのリリーフが課題、うん、でロッテはもう先発次第です、うん、なんて言ってもロッテの先発防御率 4.44、はい、もうダントツワースト でも救援が 3.03 と3番目にいいんですよね。ソフトバンク楽天に次いで3番目にいいから、はい、もうなんとか先発が頑張れるかどうか で去年昨日ねロメロいい形、はい、で、まあ、二木で佐々木千也この、うん、まあ、楽天3連戦はいい形出たんで、でまあこのカード変わってきた時に、まあ、岩下とか、うん、美馬とか小島がどこまで頑張れるかだけど、この先発がどこまで頑張れるかが、うん、もうあとはもうそれだけ、それ次第。楽天は、はい、楽天も先発次第です。あの 4.01 とパ・リーグ4点台なんだ。そう5位、はい、でも救援防御率が 2.77 といいところで、うん、今松井裕樹がいないからで全部が後ろ頼みになるから、うん、結局最近ちょっとバタついてるね。そうですね、後ろが失点してね、うん、まあ守備のミスとかもあるけども、はい、バタついてて勝ち星を抑えきれてないっていうところが、うん、今ちょっといい救援がちょっとバタついてるところが危ない、はい、しかもまだこの島内がねオリックス戦良かったけども、はい、あのロッテ戦になって島内岡島が全く連動しなくなってきたから、うん、あの2人にやっぱ結構ね、うん、あの2人が重要なんですよ、ね、であとやっぱね外国人がねダメなところはね、うん、弱いね。結局楽天もカスティーヨ、ディクソン全く使ってないですし、ね、まあ、使えないもんね、うん、でロッテはレアード・マーティンがいいし、はい、でオリックスはジョーンズが良くなってきてるっていうところで、はい、まあ、ここもね打線の厚みがちょっとずつね失われつつあるっていうところもきついよね。今打率チーム打率2割4分4厘はパ・リーグ5位だからね、日本ハムに次いでだから、で盗塁はしないから足でかき乱せないし、はい、でホームランを78本と少ないから、まあ、こう繋がっていくしかないと。もう岡島島内とかの連動しかないところが連動できないところがきついから、はい、ちょっと今楽天ピンチだ ね全体的にこうちょっと落ちてきてるね。なかなかちょっと勢いがこうだから去年並みだったけど、ここ終盤の踏ん張りどころだね。はい、でもうソフトバンクはもう打つのみ打線です。ちょっとデスパイにも上がってきたし、うん、アルバレスも最初全然だったけど、まあ、ちょっとずつ上がってきたんで、でも結局柳田が打たないと勝てないっていうところで、はい、うん、先発頑張ってるんで、あとリリーフが森モイネロ、岩崎もいなくなって、うん、岩崎トラきついよ。そうですね、後ろ3枚全員いないのよ、はい、だってもう楽天で言ったら孫、松井裕樹で、うん、もう安楽いないみたいなもん、はい、めちゃくちゃきついですね、うん、だ抑え酒井みたいな、はい、いやいや酒井投手もすごくいい投手で、それでも厳しいですね。そしたらその前がどんどんあれになるのよ、はい、前がそうですね、後ろ係になると、うん、そりゃきついよ。そりゃそうですよ。でもどうですかね、いつも集合するわけじゃないですか、ソフトバンクって集合するギリギリ、これ以上離されたら集合した時にまくれない、離されすぎて。そうですね、うん、だからそういった意味でもまだここで踏ん張んないとっていう感じですね、うん、だからちょっとリリーフがまたバタついてるからね、うん、バンドも後ろ行ってからちょっとパッとしなくなってきてるし、加、はい、山も最近フォアボールとか多いしっていうね、うん、そこが前で6回とか7回でやってたから連動してうまくいったのに、それが後ろ係になるとその前また出してこなきゃいけないし、うん、だからもうね疲労困憊だから、まあキーポイントはだから先発が長く投げるっていうところもあるけど、やっぱ打線が打ててないから、だからそう考えるとどこもどこもなのよ。だからその課題をクリアできるところが上がっていくけど、今の状況でやっぱり有利そうなのはオリックスロッテだね。そうですね、確実に。なんかこの対戦残りとか見てると
ててもちょっとロッテ有利なんじゃないかって思ってきましたね、うん、ロッテが圧倒的に有利、うん、だから今週のロッテの運がいいところがあるのよ。対オリックス戦が火水木なの、はい、常に火水木、はい、でオリックスのローテーションを変えない限り、うん、はい、山本宮城金どうなのって当たんないの。ああなるほど、そこと当たんないんだ。そうそう、であとはなんかオリックスがその中継ぎ強化のために今調整中の山岡をリリーフにするっていう案があるらしくて、はい、まあ、そこがうまくはまればすごい面白いけども、うん、ここが来ないのよオリックスが、うん、当たらないのロッテとそっちに、はい、だそういった意味でもこのローテーションを1枚ずらして、うん、山本を川水僕に入れて金土日宮城で行くのか、うん、ここのちょっとねローテーションがどうなるか分かんないけども、ここがねちょっと有利だね。そうですね。で楽天はロッテともう一回この9月の2週目にこの金土日で当たるから、うん、はい、そこにこの岸マー君っていうところがリベンジで勝たないときついよね。だからここです、問題はこのちょっとね巡り合わせもいいのよ。でまた来週ロッテが日本ハムと週末戦うんだよ、うん、でもここは伊藤博美とかが、うん、池田、うん、あの加藤伊藤だから、うん、まあ、そこがどうなるかっていうところだね、うん、まあ、だからここの足元救われないようにしなきゃいけないけど、うん、なんか巡り合わせもロッテがねいい形で来てるんだよ、うん、だそこがね、まあ、どう出るか。でもまあロッテとオリックスがねちょっと有利そうかなっていうね、ところはこれやっぱオリックスがロッテとこう上位争いしてたらこうローテーションで変えてきたりするもんですかね。可能性もあるね、うん、あのその山いい、じゃあ宮城って変えていくっていうより山本宮城が一緒のとこにいるから、はい、分けた方が連敗しなくて済む。あ、カード頭に2人をするって、そうカード頭じゃなくてもいいけど、うん、分けた方が連敗、うん、3連敗をしないっていう、そうですね、っていうところで、うん、まあ、その分けた方がいいかも分かんないけども、うん、まあそこら辺は他の先発との兼ね合いもあるんでどうなるかっていうところですね、うん、はい、でもロッテとオリックスがなんか今の調子は状況的に良さそう、うん、圧倒的に。そうですね、うん、ちょっと楽天とソフトバンクはそこをしっかり怪我人も含めて手こ入れしないと、はい、ここ引き離されたら、うん、もう本当追いつけなくなりますね、うん、A クラス争いするだけになっちゃうから、はい、踏ん張りどころだね、うん、もうセリーグは巨人、ヤクルト、阪神っていうところだけども、はい、阪神がねちょっと今落ちちゃって、はい、今なんか変則でマイナス 0.5 ゲーム差 で、はい、まあ、勝率でね決まるんで、はい、多分勝ち星は多いんだけども勝率が7分2厘9毛っていうところで、うん、そこがね落ちてるところなんだけども、はい、まあここがねどうなるか。やっぱ阪神はね結局最近打ててないのよ。だそこがきついよね。やっぱ打線ですか。打線が、まあ、佐藤君も今25ノーヒット、はい、実はマルテがちょっといなくなったっていうところ、まあ、ロハスも頑張ってんだけど、はい、まあ、打線がちょっとずつ落ちてきてるっていうところにエラーが60、ね、最近それ前まではね、はい、エラーしても打線で打ち返してたから、うん、それが目立たなくても済んだんだけど、はい、最近それを打ち返せないからエラーが目立つのよ、うんうん、で先発は青柳が頑張ってんだけど、はい、このね西がちょっとね、うん、100勝前に今4連敗5連敗中ちょっと足踏みしてるっていうところが痛いけども、はい、ガンケルが帰ってきたっていうところも大きいし、はい、まあ、秋山も負けたけどもいいピッチングしてるんで、うん、まあ、先発はいいと思うんだよね、うん、でそこのあとはスアレスにどうつなげていくかっていうところがね、うん、まあ一つの課題っていうところもあるけども、はい、まあ、阪神が救援防御率が 4.07 とセリーグワーストなんだよ。そうなんだ。だスアレスはいいんだけど、はい、こうスアレスまでのつなぎ方がね、まあ、ちょっとバタついてんのよ。で先発の防御率が 3.09、 これはセリーグ1位。めっちゃいいですね。だからこう先発はいけてんのよ、うん、このリリーフでバタつくっていうところと、はい、自らの失点っていうところをやっぱ改善していかないと、やっぱこう最後勝ちきれない、結局ミスしてたらね、はい、だからそこがやっぱ阪神の課題だし、はい、ヤクルトはもう打ち勝つしかないのよ。もうどんだけ打つかってね、はい、いうところで、まあヤクルトはね打率2割5分5厘は広島 DeNA に次いでセリーグ3位っていうところだけども、チーム防御率が 3.62は1,2,3,4 位で、逆にヤクルトは救援が 3.22 と頑張ってんのよ。いいですね。でも先発が 3.90 と、まあ、先発が頑張れてないんだよ。だそういった意味でも先発がどこまで頑張れるかだね。うん、踏ん張れそうですね。小川がちょっとねコロナ陽性になったからまだ帰ってこれてないのと、うん、まあ、高橋奎二がいい感じと今原がね、はい、いいピッチングしたから、これ先発がまとまってれば、うん、もう打線は塩見青木、うん、で山田村上オスナ、はい、で甲斐にサンタナっていい形で連動するから、うん、もうここだね。でもね一つね何気にちょっと気になるところがあって、はい、エラーがね多いのよ。あ、そうなんですか。50個と。へえ、他のチームいくつですか。だから阪神が67、うん、でそれに次いでワースト2位な。結構阪神と差ありますね。そうだからそこが多いですね、うん、だからそこがちょっとね心配、うん、でも大打率が2割5分3厘とあの神様川端がいるからそういったところでもこう終盤のこう1打っていうところでやっぱ打線の周りはいいから、
そのためにもまあ先発が頑張らなきゃいけない。ジャイアンツが何やかんや言いながら上がってきたんだよね。そうですね、先発なんで総崩れでリリーフも頑張って、でまあ戸郷がね本当にいいピッチングしたけども、はい、あのチーム打率が2割4分8厘とワースト2位なんだよ。でまあホームラン数は一番多いんだけども、防御率も 3.51 と1位に3位で救援 3.50 と3位だから、特段何かに秀でてるわけじゃないのよ。でもバランス取れてるんでしょうね。そうだから多分勝つ時はきっちり勝ってるんだと思う。だからそういった意味でだから巨人は、はい、もう今もう精一杯のような気がするんだよね。だからまあで菅野がどこまで菅野かなと思ったら去年前回あんまだったから、プラス要素は菅野だけなのジャイアンツは、今もう精一杯で戦ってる、はい、いっぱいいっぱい、いやまだ阪神ヤクルトはまだ補うところがあるから、来てない人とかね、はい、いない人がいるから、そこがどう絡み合うかだね。なるほど、終盤になって人が集まってきた時に、どうなるか。阪神はプラス要素があんまりいないわけですよね。ない、で阪神はマルテっていうところもあるし、あのヤクルトは小川っていうところもあるから、まだその主力の中心人物的に役割があるから、はい、そういった意味ではちょっとまだ分かんないね。そうですね、しかもゲーム差ほとんどないわけですから。ないでそう考えた時に今度直接対決になるのよ、はい、で巨人はヤクルトに勝ち越し、阪神とも勝ち越し、でヤクルトは巨人に負け越して阪神に3勝10敗、でヤクルトはこの阪神の3勝10敗をちょっとでも借金減らさないと優勝できない。で阪神は巨人に勝ち越さないといけない。でここだね。ヤクルト対阪神はどのぐらい残ってるんですかね。あと15試合だからあと8試合9試合ぐらい。あ、これ大事ですね、だからそこをもう最低でも5、6勝ぐらい、1回も本当3連勝するぐらいじゃないと、はい、やっぱきついと思うよ。引き離せないですしね、うん、じゃあここで、はい、皆さんに最後にね、はい、野球クイズ、クイズ、はい、カード3連勝したことを何て言いますか。三立て。ベベー。え、でも三立てしたとか言いません。ベベー。え、わかります。私知ってる言葉ですか。うん、知ってます。三連勝、三連勝したことを三立てしたという人は知識不足です。へえ、でもみんな使ってますよ三立てした。間違った使い方してますよね。もう直さないと。じゃあ待って待って、それをね、昨日の12日の、はい、あの楽天対ロッテ戦の副音声で、はい、そういう会話になって、はい、でそれで違う言葉が、はい、だからもうそれを使えないから、はい、聞いてる人たちは、うん、でも三連勝したことを表現したいじゃないですか、はい、違う言葉がなんとトレンド入りしました。そうなんだ。使えないからね。でも普段その言葉って使いますか。使ってない。まあ、アメリカでは普通に使う。カード全勝、まあ、それが、まあ、正しい日本語かもかです。そうですね、はい、スイープ。へえ。で、盾、はい、盾っていうのは、うん、負けた方に使う言葉です。三盾されたってことですか。はい。あ、楽天三盾なっちゃったねっていう、三盾しちゃったねっていう。だから負けた盾っていうのは負けたっていう意味なんですよ。あ、そうなんですか。勝ったっていう意味じゃないんですよ、うん、だから楽天が三盾っていう。あー、ってことは負けたってことですか。そう、3連敗ってことです。へえ。勝ちを勝ちに対して盾って使っちゃダメなんですよ。そうなんですね。うわ、ロッテ三盾だよ。え、の知識って。俺も昨日仕入れてきたんだけど。あ、そうなんです。え、誰が教えてくれたんですか。あの視聴者と あのツイッター連動だから、副音声だから。それで、はい、三立てって何ですって言うんだろうねってなって、みんなで考えて、はい、とか、あのツイッターが来て、あの立てっていうのは負けたことを意味する言葉です。じゃあ三立てさせただったらまだいいんですかね。そうそう、あのだからロッテが、うん、楽天三立てさせたよ、まあ、は正解なんですね、うん、あ、なるほど。だから勝ったチームが三立てしたって言ったら、はい、3連敗したってことになっちゃう。そうそうそう、うん、ロッテ3立てしたよって言ったら、え、勝ってんのになんで3立てってなっちゃう。へえ。それで聞いてる人たちは、はい、3立てってツイートに打てなくなって、はい、そうですね、スイープってなって、それがトレンドにしたらしい。じゃああれですね、こう優勝したいチームは3立てさせないといけないですね。そうなんですよ、相手に3立てさせないといけないんですよ、うん、そして自分はスイープするわけですね。そう、はい、それが正しい用語らしいですよ。覚えました。はい。僕も昨日覚えてきたんですけどね。ということでね、まあ各チームね、いろんな課題でありますけど、パ、はい、リーグはやっぱりオリックスロッテが有利そうだし、うん、セリーグはちょっとまだ有利不利ないね。だからそこをどう、ね、ちょっと伸びしろあるのはヤクルトと阪神かなっていうね、はい、感じはあるですね。はい、はい、まあ、どうなるかちょっと楽しみですね。そうですね、皆さん総チェックを見ながら野球楽しみましょう。はい。